そんな努力の甲斐あって数々のコンクールに出場し大活躍。すごい力入ってた。リミはいつしか天才少女歌手と歌われるようになっていたのである。昭和61年、石垣第二中学校に入学。周囲の子どもたちが豊かな自然に囲まれる中で青春を謳歌する姿を横目で見ながら、そんな苦しい練習のおかげでその後も数々のコンクールで優勝。その結果が良かったと思っております。リミは石垣島の天才少女歌手として島の有名人となっていた。日々続く学校でのいじめと父の厳しいレッスン。リミはそんな生活から逃れるためある決意を固める。早くプロの歌手になって石垣島から出よう。そしてこの年、長崎歌謡祭に沖縄代表として出場。破れた網は問い立ち網か。プロを目指す人々がしのぎを削るこの大会で、リミは最年少でグランプリに輝く。ありがとうございます。おめでとう。そしてそんなリミの姿にある人物が釘付けとなっていた。それはカズオ。そして三井はリミにこう声をかけた。東京に出てきてプロの歌手を目指さないか。島を出たくて仕方がなかったリミにはこうした三井の言葉が天の助けのように思えたのである。島を出ると決めたなら二度と帰ってくるな。誰よりもリミを愛する父の言葉を胸に、リミはわずか14歳で東京へと旅立ったのであった。昭和63年、中学3年になったリミは単身上京。生まれ育った石垣島を離れて一人の生活を始める。東京での日々は全てがカルチャーショック。だがそれ以上に東京の暮らしは何もかもが刺激的。そしてまた歌手への夢が着実に現実化しているのが嬉しかった。平成元年、堀越学園高校に入学。そしてリミはついに歌手デビューの日を迎える。芸名星美里となり、デビューシングル「しおり」をリリース。キャッチフレーズは「平成演歌の星は南からやってきた」。期待の新人演歌歌手として積極的に活動する。だがセールスは全く振るわなかった。翌年にはイメージを変え2枚目のシングルをリリース。だがこれも全く売れなかった。これまで絶賛され続けてきたリミの歌声が受け入れられない。だがこれは10年に及ぶ長く険しい苦難の日々の始まりでしかなかった。周囲の大きな期待を背負いデビューしたものの、全くブレイクする兆しがなかったリミ。一方、平成2年に同じ石垣島出身のグループビギンがデビュー。この曲が大ヒットし注目を集めていた。そんな彼らの成功を見ながら感じる焦り、寂しさ。そして平成4年には3枚目のシングルをリリース。だがやはり全く売れず、これ以降歌手活動自体もままならなくなってしまう。それからというもの、新曲を出すチャンスもなく、気づけば4年もの歳月が流れていた。もう
石垣島には帰れない。所属事務所を辞め東京を離れたリミは那覇に住む姉のもとに身を寄せる。そして歌詞を諦めたリミは姉が営む店の手伝いをする日々を過ごしていた。だがふとした時海に目をやるとひたすら歌い続けていた幼き日々を思い出す。あれほどつらかった父の歌の特訓が、あれほど出て行きたかった石垣島が、今は懐かしくてたまらなかった。やはり私には歌しかない。思いを新たにしたリミのもとに再びチャンスが巡ってくる。リミ、もう一度東京でやってみないか。こうしてリミは再び東京へ旅立つことを決める。この時リミ25歳。初めて石垣島を離れてから気づけば10年の月日が流れていた。平成11年再起をかけて上京したリミ、芸名を夏川リミに改め再デビューを果たす。だがこの曲も全く売れず、糸口さえ見えないまま。しかし歌手として生きていく決意を固めたリミにもう迷いはなかった。そんな頃世間では沖縄ブームが沸騰。沖縄の旋律を生かした曲がヒットし、それに合わせ沖縄の文化が盛んに紹介されるようになっていた。気づけば多くの人々がその美しさ豊かさに惹かれるようになっていたのである。リミはこの様子を見つめながら自分が否定してきたふるさとの素晴らしさを見直そうとしていた。そしてある日リミはついにあの運命の曲と出会うことになる。信じ